はい、毎度どうも、ひうちまるでございます。こんにちは。今回は GKS のエルリシアンを使っていこうと思います。銃の感じはこんな感じです。淡い感じの色合いでね、ピンクと紫の下地に何だろう、青い鳥かな、羽のいっぱい生えた鳥みたいな絵が描いてあるのかな。カスタムの方はこちらです。命中率と射程距離と操作を上げて機動性を少し下げたような感じのねカスタムになってるんですけども、下がってるって言ってももうほんのちょっとみたいですね。でもって弾薬は40ラウンドなんでね、結構使いやすいんじゃないかな。まあエルリシアンのねカスタムがこれなんで、このままで遊んでいきたいと思います。今回はチームメイトのピロと一緒に行ってみたいと思います。レッツラゴー。はい、場所はハイジャックド船ですね。左の方から行ってみましょう。ここで、チラッ。あ、今いましたね。味方行ってるけど、一応撃っときますか。はい、あっつけて。あー、これはいいな。銃のあの前の方のサイトのね、棒の先っちょの方にだけ色が塗ってあるから、すごく撃ちやすそうだ。おー、これはいいぞ。あ、いい感じ。あ、やれちゃった。なんだ？あ、もうプールの方に人が入ってたんですね。アスバルの人が入ってましたね。さあさあ行きましょう。グレネードをちょっと投げ込めるかな。あ、しまった。また後ろの方から投げちゃった。もうちょっとこの辺だな。今度はアイスを投げて、腕持って出てこないんで、さっきこっちを倒して、おお、スナイパーに撃たれた今。おお、危ねえ。よく当たらなかったら、スナイパー先倒しましょうか。これ、当てれるか。おお、オッケー、ロングショット。んで、持って、こっちから回って、プールの中の人はね、ここのね、裏から撃てば多分撃てると思うんです。その前にまず人に。でも、こっから乱射すれば当てれるはず。はい、当たりましたね。んで、持って、ここでちょっと様子見ですね。ここだったら左からも右からもね、うん、敵が出てきたらすぐわかるんでね。と言っても敵が出てこないな。じゃあラジコンでちょっと行ってみましょう。お、なんだ、ラジコン通り過ぎたぞ。おお、まずやっつけて、はい、止めてる人をやっつけて、中いるかな。おお、いる。危ない。こっち狙ってた。危ねえな、もう。はい、倒して、また上にやってきそうだけどな。どうしようかな。一回降りますかね。おお、降りたところに敵が。あ、しまった。あー、もう敵の前でまたマガジンチェンジしてたから、リロードをね、やられちゃいました。はい、ハンターキラードローンを飛ばしての、もう一度この左の方から行ってみましょう。ん？ハンターキラードローン当たったのか。よかったよかった。ん？あれ？ここにいないな。こっちか？ん？どこだ？とりあえず犬を出しといて、こっちから今見えましたね。こっちから行きましょう。ん？一人倒した。ああ、そのまま、むちゃくちゃ撃ってたな。あ、犬の方が追っかけてるな。はい、犬をちょっと犠牲にしましたけども、スナイパーを倒せました。犬ありがとう。ん？これは当てれるかな？はい、当てれましたね。うん、結構2階の方に登ってくる人たちなんだな。じゃあ、ラジコンを使って、もう一度敵をちょっとバインドしていきましょう。はい、止めて、撃ってと。ん？今、右から撃たれたな。なんだ？向こう側にもう敵が行ってんのかな？はい、ハンターキラードローン。え？今の当たらず？なんで？あんな近かったのに。いや、おかしいな。はい、やられたんでね、やり返しときましょう。でもってこっちを、あー、またここで撃たれちゃった、スバルの人に。あー、はい、行きましょう、行きましょう。ね、どんどんと行かないとね。うん、GKS 結構いいなぁ。というか、かなりダメージが大きいのかな。うん、当たりが少なくて結構倒れてるような気がするから、敵がね。うん。結構ダメージが大きいからかな。上半身を狙っていくつぐらいなんだろう。ちょっと見てみたいところ。ん？走ってきてるな。中を着てるのが。そっちを一応、アイスを掘って、また上にいるのか、もう。スナイパーだろ、また。うわ、二人並んでる。もう、なんで二人並んでそんなとこで撃ってるんだよ。さあさあ、ここでちょっと待ち伏せしましょう。はい、出てきました。はい、やって。あ、やべ。
おお、ハンドガンに切り替わっちゃった。ん、なんだ、火炎放射器の音がするぞ。ん、ピューリファイヤーのやつはやられたのかやっつけたのかどっちだ。味方か敵かもわからんぞ。とりあえずやって、腰ダメでね、今のは結構いけましたね。近い距離だったんでね。でもって、おお、ちょ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 、やって犬を出して、後ろから襲ってくるような人にはね、もう犬はね、一番もう効果的です。んでもってこっちから多分また登ってきてる。あー、やっぱり、はい、もう腰ダメでキルして、おお、まだいた。多分ね、登ってくるんで、はい、行って、ここにいたらまた登ってくるんじゃないかな。はい、スウォーム出して追撃しときましょう。あ、来た。あ、撃たれちゃった。あ、やられちゃったけど、あ、勝利50対33。なんでやられたところで勝利になるんだ。しかも MVP いただきました、ありがとうございます。いや、もうなんだよ。あ、そうだ、 GG 言ってない、 GG。 いや、ほんとにね、もうここはちょっと面白い戦いだったな。いいね、ありがとうございます。はい、レーティングは92、ピロのレーティングは73でした。90超えてるって言ったらすごい倒してるってことになるけど、そんなに倒したような感じがないんだけどな。どうなんだろう。はい、戦績の方を見ていきましょう。どうかな。30キル4デス2アシスト、ピロが12キル3デス2アシストでした。いや、あれか、やっぱり犬とかいっぱい出したからかな。いや、犬ありがとう。はい、今回はチームメイトのピロと一緒に戦っていきましたけども、どうだったでしょうか。 GKS エルリシアン、この銃は結構ね、使いやすいです。しかもダメージが大きいのか、敵が倒れるのは結構早いですね。中距離とかでも3発ぐらいか4発、3発キルは可能なのかな。ちょっとダメージはっきりちょっとね、覚えてないんで、ちょっとはっきりとしたことは言えないけども、結構その強武器になるんじゃないかな、これだったらね。あとサイトがね、やっぱりこう、あのフロントのあのサイトの先っちょがね、あの棒になってるところの先っちょが、あの色がちょんと塗ってあるだけでもね、もう全然見やすさが違うかったんで、いや、これは結構いい銃だな。運営のカスタムも良かったのか、自分には合ってたんですかね。まあ、エルリシアン自身はね、これは、シーズン11だったかな、のイベントでもらえるやつだったと思うんですけど、今はまあね、ちょっともらえないだろうから、一番最初のね、カスタムを、あの自分の GKS でアタッチメント同じようにつければね、これと全く同じ性能のものになるんでね。色が違うだけで性能は一緒なんでね。もしよかったらそれでね、試してみてください。ではまた次回を待て。